はい、武田サロンでございます。こんにちは、皆さん。いかがお過ごしでしょうか。前回のジグヘッドの話、参考になりましたという、お声も聞きまして、ありがとうございます。もうそれなりに歴史がね、あるじゃないですか。なので、こう、短くお話しするっていうのはなかなか難しくてですね。ジグヘッド全般もそうだし、魚種によってまた違うし、糸の話、もちろん竿の話、それぞれまたね、思い出したかのようにやっていきたいと思いますので、質問等ありましたら皆さん、おかげさまで個別で、いろいろ、特に竿なんかについては、合府市の方へメールで、皆さん、ご質問いただきますので、その場でね、メールで返してますけど、サロンで何かあればまたね、言っていただいたら、皆さんにわかるように説明するのもいいかなと思いますので、よろしくお願いします。時期的には、SNS ご覧、ブログご覧いただいている、皆様には、逐一、伝わってるかと思いますが、雨がちょっと降ったでしょ？何日か関西もね、なかなかの長雨で、あれの前後、7月に入って、6月の終わりぐらいから、武田さん今年7月、8月は、できるだけちょっと地元にいようと思ってるんですが、いろいろイベントあるんですけど、いつものごとく、夜な夜な徘徊のような釣りに出てまして、長雨の前まではすごかったです。もう、藻が生い茂ってて、メバルもアジも、すごいいい感じで釣れてて。ジグヘッドのお話ししたのもね、やっぱりああいう釣れまくってる最中でしたんでね、お話もしやすかったっていうのもあるんですけど、すこぶる良くて、来たな、地元もこれ、ハイシーズンと思いながら。で、雨が降って、濁ったんです、沿岸部がね。ちょっと上だけ濁ってんのかなと思いきや、なんか割と、ちょっと南風が吹いて荒れたりもしたんでね、割と沿岸部、僕らがちょこちょこ、僕なんかが釣りをするようなエリアの沿岸部は、ちょっと濁りの潮というか悪い潮ね、大阪湾で釣りしてるとよく感じるんですけど、僕が思うね、これ下りの悪い潮やなっていうような潮がちょっとあったりして、今かと、雨の後待ってたんですが、驚きの暑さ。もう皆さん大変かと思います。驚きの暑さにここ数日なってまして、それもあってか、濁りが取れず、それも2、3日かな、見ててちょっと。で、ちょっとずつ濁りが収まってきて、そろそろかなっていうタイミングで、ちょうど潮も中潮に入ってよかったのもあって、ここ2日ぐらいは、爆釣してます。アジです。梅雨アジね。はい。これもう、梅雨メバルって大昔言い出して、アジもね、今更なんですけど、アジは大体、僕地元関西で言うと、この梅雨時分に、わっといわゆるアジフライサイズぐらいのね、気持ちいいサイズの群れが来ます。その後、分散ちょっとするんですよね。本格シーズンはまた秋なんですけど、夏の間はね、いろんなサイズのアジが分散していますから、もう港行くと豆アジばっかりで、これ、豆アジってのはほんまの豆アジね。大変やなっていう、釣れへんわこんなんっていうこともあるんですが、サーフとかね、そういうとこ行くと、そこそこいいアジ、24センチ、6センチ、時には28センチ、29センチみたいなアジの群れも、いたりするので、そのあたりは、経験もあるんですが、情報を駆使しながら皆さん行ってみていただけたらいいんじゃないでしょうかね。今は武田さんも、いつものマイポイントなんですが、マイフィールドというかね、もう言うても武田さんももうホームグラウンドも広いですから、はい、もうこの辺かなっていうとこ行って大体やってますけど、釣れてます。本当に、デリケートアジング、カモメトレール 50UL アジング作ってよかったなと思いますので、ぜひですね、今回買えなかった皆さん本当に申し訳ないんですが、最短でどうでしょうね、年明け、春までには作れたらいいなと思ってますので、また、次回生産分をね、ぜひお待ちください。我ながら、自分で言うのもなんですが、とてもいい竿に仕上がってますんで、ぜひ、これもこう、ちょっとお取り置きしてる常連さんがいましてね、はい。今日も連絡があって、早く取りに行きたいんですけど、気になってください。もうすごいいい竿ですから。ぜひ、このいい時期に、釣っていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。多分、店頭ではね、もうほぼほぼ残ってないんじゃないですか。はい。ぜひ、また皆さんお小遣いを貯めて、しばしお待ちください。よろしくお願いします。アジングについても、僕の周りでもそうなんですけど、やっぱり初心者の方も毎年いますしね、やってるようでやってない人も結構いますから、まあ、頃合いを見てアジングの全てをまたお話ししようかな。まあ、これまた1時間コースになってしまうので、どうかいつまんでお話しするかわかんないですけど、アジングも楽しいです。はい。もうアジなんてね、今更言うのもなんですけど、最初やって、僕らほんまに早かったですよ。最初やってた頃ね、結構クソみそに言われました。偉い人から。はい。それが今やね、もう本当に癒しの釣りになってますので、ぜひですね、持ち帰りの方、ぜひ、これブログにも書いたんですけど、竹谷さん、ジグヘッド基本的にメバルもアジもバーブレスにするんです。で、メバルの場合はね、暴れ方が、まあ、根魚的なので、これもいつも言うんですけど、引っ張り合いをしても、朝がかりとか外がかりで、右切れしない限りはあんまりバレることはないんです、バーブレスでも。ところが、アジの場合は、非常に、バーブレスにするとですね、まあ、水面から、水中で思いっきりやり取りした瞬間、もしくは水面に上がった瞬間、手元へ来た瞬間、糸を持った瞬間、糸を持ってちょっとわらわらしてた瞬間にほぼほぼ外れてしまいますので、ぜひですね、美味しいアジフライを食べたい皆さんはですね、ツールの味めばいいの、これをですね、もしくはちっさいいの、これをですね、ぜひ、持参していただいて、クーラーボックスとともに持ち帰っていただいたらいいんじゃないかなと思いますんで、ぜひ、今年はなんか季節がずっと言ってますけど、なんか気温の割に水温が上がらんとか、ところがどっこいここへ来て、どか雨が降ったり、急な高気温っていうんですかね、ものすごい暑くなったりで、もう海もどうなってることやらって感じなんですけど、まあようやくこの7月序盤っていうんですか、に入って、まあ、順当に、アジはそうですし、チヌもそうですし、この間、アジングしてたチヌも来ましたね。はい。いや、びっくりしました。そんな大きないんですよ。25センチぐらいだったんですけど。いや、恐るべしでしたね。アジの糸、0.35。取れましたね。サーブが良かったのかな。その時 L1 でしたけどね。さすが、最新タックル。さすが、ゴーフィッシュということで、よろしくお願いいたします。で、今日はですね、竿の続きでお話ししますが、皆さん、こちらもありがとうございました。リバー&サーフプラッキング DPS モデルの3機種が発売になりまして、目下ですね、順次発送しています。すいません、何日もかかるんです、発送も。はい、そんな1日2日でできないんですよ。すいません。きれいにできるだけ、うちの奥さんがきれいに梱包してますんで、僕も手伝ってますけど、よろしくお願いいたします。ご注文いただいた順に発送していってますので、もうそろそろでも皆さんにお届けできたかなと思ってますので、ぜひですね、これ僕の、ね、竿がここあるんですけど、80S DPS。こうか、ロゴをね。はい、こんな感じ。で、90S DPS。3ピースのプラッキングロッド、スズキ用の竿です。で、今回新発売となった、10S DPS。はい。ぜひ皆さん、本当にこれもありがたいことに。たまたま、竿はですね、これ言い訳をしますとコロナが悪いんですけど、コロナ中に竿の生産計画みたいなのが非常にずれ込みまして、もういつ来れば分かれへんみたいな状態に陥りまして、普段はね、だいたいこう1年半年ぐらいのスパンで様子を見ながら、この時期に完成できたらいいなっていうスケジュールを立てていくんですけど、ぐっちゃぐちゃに1回になりまして、どうなることやらと思ってですね、まあお気づきの皆さん L シリーズから始まって、このリバー&サーフプラッキング3機種まで、今年はこの上半期に非常に密に発売することになりまして、申し訳ございませんでした。もう後半はね、ほぼほぼないです。10S、10B、テイクバッカーがちょろっとまた入荷してくる秋分でね、ぐらいなので、ほぼほぼ大丈夫です。あとは、プロトで作ったタチウオロットをですね、ロリベタチウオへ今年は釣りまくってからまた生産に入ろうと思ってまして。で、カモメトレールの、こちらも本当に完売してましてね、おかげさまで56だったり60だったり、で、そのアジングの50ね、56、60、66、69、もうこのあたりも随時、まあ来年にはもうなってしまいそうなんですけど、作っていきますんで、皆さんぜひですね、まあ、発売、リリース情報を、ゲットしていただいて、待ってていただきたいなと思います。お持ちの皆さんそれぞれ、渾身の竿を、私が作る渾身の竿でございますんで、ぜひ気に入って長くお使いいただければなと思います。今になって思いましたけど、まあ、今回のこの、リバー&サーフブラッキングね、まあ、これについてまあ説明をしておきますと、8フィート、9フィートで、今回10フィート、それぞれこの DPS 固定型のリールシートをつけたので、まあ、より軽量になって使いやすくはなっています。で、まあ、他を一閃するというか、非常に丸スズキを専用に、基本的には狙うブラッキングの竿ということで作りましたんで、まあ、簡単にご説明しておきますと、8フィート、これはもうおかっぱり、いわゆる公安でもお使いいただけますし、ライトブラッキングね、7センチ、9センチぐらいのミノーとかトップウォータープラグ、こういうのをメインで使っていただきたいようです。P がだいたい僕はまあ08とか15ぐらいね。はい。で、9フィート。これは、一等最初に、プロとテストを作ったブランクでして、まあ、これ真骨頂。僕が望むブラッキングの竿。非常に柔らかめにできてます。主に、まあ、9センチ中心に12センチぐらいまで。もう大体僕使うのはね、TKLM90、120、ヒラフィード。で、もろもろ GP のカスタムをしてますけど、ジブみたいな軽いミノーとかね、時には 240みたいなのも使います。はい。9フィート。で、これ、おかっぱりはもちろん、ウェディングなんかもね、使っていただきやすいようにセッティングしてますし。で、この10フィート、待望、うちの、まあ、仲間連中近くの皆さん、非常に、常連の皆さん、ウェブなんかでもね、お友達の皆さん、本当熱望いただいてまして、これ僕の地元では大体、秋から初冬、冬にかけて、サーフ周りのスズキね、これで、もちろん 10S、10B でいいんですが、もうちょっと味わい深くやりたいっていうので、できた竿です。はい。これ前も言いましたけど、ちょい波の時の平続きなんかも使っていただけます。すごい曲がりますけどね、かかったら。はい。もう、まあ、届いた皆さん多分、なるほどと思っていただけてるのかなと思います。で、合肥社それぞれ竿があるんですが、今回のリバー&サーフに関しては、ありがたいことに、本当コンプリートいただいた皆さんもいらっしゃいますし、はい。もう順番に、前のリールロックのモデルね、を持っていただいて、今回 DPS もご購入いただいた皆さんもたくさんいらっしゃいますし、で、初めて買うという方もいらっしゃいましたし、まあ、まあ、いきなり3機種は本当ね、非常にありがたいんですが、なかなかそういうわけにもいかないっていう方は皆さんほとんどだと思いますので、どれか一本っていうことであれば、僕はこの9フィートをまずですね、使っていただきたいなと思います。はい。あ、竹田さん、こんな感じか、鈴木の竿っていうのは。って思ってもらえるはずですんで。はい。この絶妙の僕の好む調子になってます。グリップも非常にあえて細めです。はい。無理な負荷をかけないように、ゆるくしなやかに釣ってほしいなと思います。まあ、平鈴木なんか代表されるように、その爆風とか爆波とかね、まあ、場合によっては灼熱とかね、まあそういうことよりは、なんか、本当リバー&サーフ、鈴木釣りらしい状況で非常に使っていただきたいなと思う竿でして、幸いなことに、ゴーフィッシュでも、カスタムをさせていただいてます。特に、タックラウスさんのチューンドの K 点のシリーズなんかはこの8フィート、9フィートは非常に使いやすいですね。はい、軽くてよく飛ぶミノ、こういうのにベストマッチしてますし、リップルポッパー系もゆったりは投げれるようにしてあります。ぜひですね、使って、あ、武田さんそういうことかと。これもうゴーフィッシュもおかげさまでほぼ20年になってるんですが、ご存知の方ももちろんいらっしゃるんですけど、最初のパー7、それから11B、ここからスタートしてますが、ほぼ1ミリもブレてないんです。はい。武田さんが好む調子っていうんですか。それがもう頭の中にありますんで、それがいろいろ魚種別だったり、途中そのカモメトレールみたいなね、パックロットになったり、いろいろそういうことで、作らせてはいただいてるんですが、竿の調子そのものとか、こういう感じがいいなっていうのは、全く変わってないです。はい。こんなもんが流行ってるから、これ作ろうみたいなことは1ミリもせず、ようやくね、カモメのアジング 50UL は、ようやくマイクロガイドにしたりしましたけど、それぐらいです。はい。もう若い時に出来上がってます。竿の調子は。その後 P ラインだ、リールの小型化だ、なんだ、いろいろ今も続いてますけど、そういうことではなく、はい。この魚こういうふうに釣ろうぜ、みたいなことが自分の中に非常にあるので、初めてお使いになる皆さん、ぜひですね、体感いただいて、もう武田さん言うてんのこれ全然柔らかいな、俺って思った方は、そこまでですんで、そうじゃない竿をお選びいただければいいんですが、非常にありがたいことにですね、皆さん楽しんでお使いいただいてるようですので、この感じでいきたいと思います。もうそこそこのキャリアにね、竿作りもなりましたけど、究極の完成は多分ないです。はい。技術革新は日々あるんですけど、それをどう取り入れるかっていうのはまた別の話で、基本的なスタンスが僕の中にありまして、それを、中心に竿が出来上がっていくんですけど、まだまだ、特にディテールなんかに関してこの後も多分ね、いろいろ変わっていくかなと思います。釣り自体もそう、釣り道具もそう、何でもそうなんですけど、もうできるだけ本質をまずね、本質というのは機能ですね。そこをしっかり理解してるかどうか。で、もう一つは、やっぱりおしゃれ心と遊び心がないと楽しくないので、そのあたりはですね、考えるまでもなく、僕は子供の時は割とそういう感じでしたんでね。はい。人の持ってないものが欲しいとかね。硬いもんより柔らかい方がいいとかね。重いもんよりは軽い方がいいとかね。はい。ルアーだけは小さいより大きい方がいいみたいなのありましたけど、ちょっと変わったところもあって、それが今の人格を形成してるんですが、幸いなことに、理解していただける皆さんが非常に多いので、このまま本当にゴーフィッシュの岩が続けばなと思いますんで。この動画初めてご覧になる方、もちろんなんですけど、どなたかからゴーフィッシュのことを聞いた皆さんもね、ぜひ、徐々にこの世界に入っていっていただければ嬉しいなと思います。コロナになって何が良かったか、ゴーフィッシュ、僕にとっては非常に良かったのはね、よその業者さんとかが何してるかとかも全然関係なく見えなくなりましたんで、非常にいいです。もともと僕、横なんか見ず物を作ってますから。はい。これもう二宮さんの名言もあります。もう魚に聞いて作ってます、まずはね。あとは自分に聞いて作ってますから。そういうのが、好きになっていただいている皆さんは、俺も好きっていうところが多分あるのかなと思いますんで、ぜひですね、本質と遊び心と。そういうのが、デザインとかディテールにも活かされてきますので、そういうものづくりをまたしていきたいなと思います。これもSNS に載せて、ちょっと嬉しいんでお見せしますけど、靴買いまして、ネイタルデザインさん。これバンズとネイタルデザインのコラボ。やばいっす。はい。僕スリッポンね、足が合わないんでなかなか買わないですけど、今回ばかりはもう必死こいで慌てて2足注文しまして、なんとかゲットできました。ネタさんありがとうございます。めちゃめちゃ可愛いです。はい。おなじみ、ジャンピングカマスキャップ、カマサー T シャツ。カマサー T シャツまた作ってください。非常によく言われまして、申し訳ありません。作ろうと思ったんですが、他の T シャツがいろいろできてきそうなので、ちょっと今年はないかもです。すいません。よろしくお願いします。というわけで、リバー&サーフプラッキング3機種。まだ、まあ夏のシーズン、秋のシーズン、冬のシーズン、また春みたいになっていきますんで、まあそろそろ欲しいなという方は、まあ在庫がある状況でしたら、ぜひ、ご注文いただければと思いますし、まあほぼほぼな、毎度ながらなくなっていったりしますので、これは買っときたいなという皆さんは、ぜひですね、早めにご注文いただいとければ嬉しいなと思いますんで、ぜひね、まあもうその一気に3本はないですけど、真ん中の90あたりを使ってみてですね、あ、こういうことか、なるほどっていうのをね、なんか分かってほしいなって、ちょっと思ったりしています。もうこの時代にあって、なんでしょう。まあ、たまたまながら、まあ、他にあんまないと思いますよ。多分。はい。僕は誰かにこんなん作れとかね。まあ、こんなんないから作れとかね。なんか、何でもいいから新しいもん作れ。みたいなことで作ってないので、はい。非常に自然な成り行きでやらせていただいてますんで、特にゴーフィッシュの竿、GP のカスタムルアー、アパレル。まあ、このあたりについては皆さんも納得いただいてるんじゃないでしょうかと、自負しておりますので、ぜひですね、よろしくお願いします。ひとまずは、何やろ、アジですかね、この夏は。なんか、いいです。いつになくアジが。メバルがまたちょっとこう復帰してくれたらいいんですけどね。なんか、もうはパタッと切れた感がちょっとあったりして。どうなることやらなんですけど、それともう多分言ってる間にカマスが来ます。はい。7月の末頃にはカマサ50、8月には4260、これが出ます。皆さんぜひご準備ください。はい。チヌトップもね、今年どこでやろうかな、もう九州行ってやろうかなとか勝手に思ってまして、また行くことになれば地元の皆さんよろしくお願いいたします。とにかくまだやっぱりすごいですよ。現場で仕事してるね、僕の、まあ、仲間というか知り合いはね、強いです。もうこの間僕、ここ数日の暑さで参りましたけど、いや、武田さん、これまだ本格的に暑くなってないですから、って言われまして、なるほどと。へこたれてる場合ではないですね。はい。まあ、とはいえ、皆さん、日中の釣りはできるだけ気をつけてください。なんか、聞くところによると、梅雨前かな、タコなんか関西良かったみたいでね、割と。まあ、イカなんかも今年早うから、おいおいみたいなことも言ってますけど、まあ、アジが多いんでイカも多いのかわかんないですけど、非常にいいです。はい。あとはまあ、まだ梅雨ですんで、なんとか鈴木探して釣りたいなと思うんですけど、なかなかね、僕も行くとこに人がいたりしてね、あららっていうのが何回かあったりして、僕はちょっと覗いて人がいるとすぐやめちゃうんで、はい。おとなしい釣り人ですから。もうこういういい竿を忍ばせながらね。あ、竿ね、どんなリールがいいですかっていう質問も非常に多いんです。もうそれまたちょっとやりましょうかね。まあ何回か言ってはいるんですけど、まあお使いになる、まあ大体皆さん似た感じでお使いいただけると思うんですけど、あんまりそんな突飛な使い方はしないはずですんでね、ゴーフィッシュの竿は。ぜひですね、もう一度改めまして、今年春から発売しました L シリーズ、カモメトレイル、それからこのリバー&サーフプラッキング、皆さんぜひどうぞよろしくお願いいたします。また近々何かの話をしたいと思いますので、それではまたよろしくお願いします。